どうもミスタードライですということで、今回はこちらでございます。はい、こちらでございます。ランク戦の連勝企画始めていきたいと思います。はい、ということでね、僕今絶好調で現在50連勝中ということで、いやー、これは来たんじゃないですか。僕のね、最高連勝記録っていうのは116連勝なんですけれども、まあ、それをね、とうとう2023年塗り替える時がやってきたということで、ちょっとね、やっていきたいと思います。はい、こちらですね。こちらが僕の最高連勝記録116と、まあ、116でもまあまあすごいっちゃすごいですよね。まあ100連勝超えてるし、ただ満足してないんですよ。やっぱ200、300、500、600ぐらいやりたいっすよ。まあね、ちょっとやっていこうと思います。で、現在こんな感じですね。打率6割4分9厘、まあ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 打率も結構いい感じで、最高打率がね7割4分2厘なんで、まあこれの更新にはあと1割ぐらい必要ということで、まあかなり厳しいですけれども、まあちょっとそこも狙って頑張っていきたいと思います。はい、現在50連勝中ということで、まあ今日はね2試合か3試合ぐらいやっていこうと思います。まあ全試合ね撮影するのはさすがに厳しいんで、まあ60、70、80みたいな感じで節目ずつね、やっていけたらいいなと思いますので、最後までご視聴の方よろしくお願いします。ではやっていきましょうか。僕のローテーションはこんな感じで回しています。まあ、噂さんとかもね、まあ、ちょっと怖いっちゃ怖いんですけれども、まあ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 、配球次第ではね、抑えれるということで、まあやっていきますよ。あとは、猛者マッチだけは回避したい。さあ、4割4分の方来ました。お願いします。さあ、頑張っていこう。さあ、ということで、やっていきましょう。どうですかね？前と比べたら、ちょっと僕の動画も画質良くなったんじゃないですかね。ちょっと YouTube 活動を休止してる間に、いろいろ試行錯誤しまして、まあ、編集技術とかもね、ちょっとずつ上げていきたいなと思っております。さあ、ほんでね、もうこんだけランク戦やりまくってきたんで、4年間、もうだんだん分かってきたんですよ。どういうことをしたら負けるか、そしてどういうことをしたら勝てるかっていうのがね、だいぶ分かってきました。で、特にランク戦で負けるときって、だいたいねファーストライナーゲッツー打つときと、相手のファインプレーに阻まれるとき、そして油断したときなんですよ。この3大要素ですね、もう完全に当てはまってるんで僕、ほんまにファーストライナー病っていうね、重大な病気にかかってしまっていますんで、ほんまにそこだけは注意していきたい。で、相手、ロッテ純正かな、これ。気のせいか。一番バッターちょっと誰やったか、みんな忘れとったわ。さあ、まず、上沢さんでしっかりベストピッチを決めまくっていくと。でね、ランク戦の難しいところって、2イニングなんで、6アウトしかなれないわけですよ。だから、ワンアウトの重みっていうのがめっちゃでかいんですよね。だから真剣にやっていかないといけない。大会やったら、別にビハインドとかでも、3イニングあるんでね、まあ後で逆転すればいいやって思えるんですけど、はい、岡本和真。もうこれね、最近のプロスペの三遊間抜けないですから。ね、2イニングやったらね、ファーストライナーゲッツーとかなったらもう追い込まれるんですよ、最終回になって。あとワンアウトしかなられへんみたいな。それになってしまいがちなんで、どうしてもね、心が、病んでしまうんですよ。病むっていうか、こう、追い込まれるんですよね。それを防いでいくために、できるだけ、一発を浴びない。そして、早めにリードした展開で終盤に持っていくっていうのが、もう、最高連勝のコツですね。あとはね、僕の、ランク戦の連勝のコツみたいな、打率を上げる講座みたいな動画出しますんで、まあ、そちらの方ね、参考にしていただければいいなと思います。さあ、なんとか無失点でいきました。いきましょう。あ、全然ロッテ純正じゃなかったわ。ここがロッテ純正やね。さあ、田村さん行きましょう。もう、レディーメイドという応援歌に乗せましてね。もう僕、アドさん大好きですから。アドさんのライブ行ってみたいわ。うん。アドとワンオクと、ビートボックスね。もうこの3個。あとブラックピンクと。もうこのライブがほんまに行きたい。ちょっと待って、何空振りしてんねん。集中しろ、集中。喋りに集中したらね、ろくなことないです、ランク戦は。さあ、集中していきましょう。はい、まず先頭、レディーメイド。さあ、2番、岡本和真。岡本さんもね、ちょっとスピ4000なんで、そろそろ新規に乗り換えていきたいところではありますね。うん。ベストナインタイトルホルダーの村上宗隆さんとかも頭おかしい数字してるんでね。あ、その辺も早く獲得していきたいなとは思ってます。これ撮影ね、1月20何歩ぐらいです。はい、すいません、本当に。さあ、岡本さんも続いていきの3番バースですね。応援歌も、ちょくちょく新調していっております。もうノーアウトで決めていこう。最高打率も狙っていきたいわ。あ、ナイスボール。千賀さんもね、
あの僕最新のシリーズ2の千賀さんに当たったらスピ解放じゃなくても継承しようかなと思ってます。 C シームのやつね。まあ C シームもめちゃくちゃ強いんですけど、ちょっと迷ってる。スピ解放がめんどくさいんですよ、シンプルに。さあ、オーケー、ノーアウト満塁で山内さん、トットムジカですよ。トットムジカ、この応援歌はもう満塁ホームランの予感しかしないですけど、おーしよ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 し。まあちょくちょく安打で繋いでいくと。もう連勝中ってね、ほんまになんか負ける気しないんですよ、マジで。負ける気しやんけど、急に一瞬にしてね負けそうになるんですよ。それがほんまにね、このランク戦の怖いところ。ほら、こういうことするから、こういうこと、こういうこと、こういうのをねすると、あの急にね巻き出すんすよ。まあ、集中していかなあかんねんて。だから人生なんでもそうやん、チャンスこそ集中よ。で、坂倉さんがキャッチャーでね、あの固定されだしてから僕の12球団オーダーはかなり強くなりました。ほんまにラインドライブのキャッチャーおすすめです。オッケーオッケー、こういうのよ。まあノムさんとか田渕さんも強いですけど、まあこういうね、もう相手からしたらたまらんぐらい鬱陶しいバッティングできるのがもう強み。あ、トットムジカ多いわ。もうトットムジカ、ちょっと古いよね、もう。うん、フィルムレッドの映画は終わってるよ、とっくに。さあ。オーケー。まず1試合目、気持ちよくコールドしていきたいね。で、ダイヤブーマー。もうブーマーの本名、僕日本で一番スラスラ言える自信あるもん。グレゴリー・デビビン・ウェルズ。はい、グレゴリー・デビビン・ウェルズ。ということで、2試合目行きましょう。はい、では、2試合目行きましょうか。51連勝ですね。だ、これはいけんじゃない？まあでもね、116連勝の半分って、なんぼ ?64? ちゃうわ。ん ?116 の半分。58か。全然あかんやん。数学やり直してこい、マジで。はい、ということでやっていきましょう。まだね、最高連勝の半分もいってないですからね、ここ。全然油断できひんすよ。さあ、2試合目も頑張っていきましょう。相手さんの打率とか、連勝とか、リボンあるないとか、全く関係ないです、連勝企画においては。もうしっかりと、一番安全なところに投げまくっていくと。もうそれだけのゲームです。さあ、まずはインハイのボール球ぐらいから入っていきたい。あ、ナイスボール。まあまあまあ、入っちゃったけど。相手さんがどんな感じの待ち玉をしてるのか、まずはね、見極めていく必要があるんで。オーケーオーケー。これはもう完全にツーシーム待ちですね。でもツーシーム行くんすよ。はい、オーケー。ナイスボール。さあ、2番、イチローさんの A ランク。イチローさんの A ランクが一番使われ方かわいそうなんよ。確かに便利やけどね。便利やけども、イチローさんは S で使っていただきたいね。さあ、ギータ来ました。いや、なんか YouTube 休止してる間ね、なんて言うんかな、すごい暇やったね。暇っていうか、なんか人生ってなんやろみたいになってましたよガチで。あのほんまにね、それぐらいなんか、なんて言うかな、暇イコール YouTube みたいなのがあったんで、僕の中でもうそれがない日常がかなりきつかったっすね。さあ、しっかりとアウトコースを引っ張られていくと。アウトコース引っ張られるパティの時はね、もう見極め早いんで、真ん中のフォーク投げとけば大体振ってくれるイメージがあるんやけれども、どうやろう。ちょっと甘い。危ねえ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 。そう、こういう一球で負けるんよ、ランク戦って。あかん。うまいわ。この方うまい。さあ、ゲッツー取っていきたいっすね。なかなかボール球振ってくれへんな。こういう時は高めのまっすぐのボール球いってよ。よしよしよし、そこそこそこ。よし。で、ツーシーム待ちなんで、やっぱストライクゾーンにツーシーム投げるのは怖いよね。ボール球に行って、まっすぐ行こうか。あかん。危ねえ。オッケー！ナイス、坂本さん。さすがよ。さあ、山崎幸也さんね。こういうピッチャーがいっちゃん嫌いなんよ。もう変化量もマイナス1やし、わけ分かれへん。フォークとツーシーム？スローカーブ？オーケーオーケー。ちょっと待てよ。マジでこれ、こういうピッチャーほんまに嫌いなんよ、僕。集中していこうな、マジで。はい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 。いやー、これ嫌やな、こういうピッチャー、マジで。あ、フォークってこれか。パームね。オッケーオッケーオッケー。よし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 。さすが。
もう大丈夫や。先頭バッター出た時の安心感半端ないよね。さあ、そして2番岡本和真。もう、ファーストライナーゲッツを防ぐために、もう僕は2番バッターに右を置いてます。ランク戦は特に。さあ、バース。いや、ちょ待ってよ。今のワンアウト痛いな。危ない危ない危ない。もう引っ張るだけでヒヤヒヤするから、ファーストライナーが。あかん。打ちにくい。もう全然千賀とかの方がええねんけど。よしよしよし。よーし、ランディーバース。ふう。オッケー。もう安心安全です。さあ、ポケモンセンターやってきました。ポケモンセンターの大木戸博士みたいになってるよ。大木戸博士はおらんか、ポケモンセンターには。よしよしよし。さすが大木戸。よーし。ちょっと落合先生から大木戸博士昇進したんでね。はい。さあ、ワールドカップのテーマが流れていきの、山内さん、妹。妹も健在ですよ、もちろん。皆さん忘れていませんか、妹の存在。よし、超えて。よーし、オッケー。さあ、坂クラッチ行こうぜ。ちょっと、トットムジカ。もうええわ。応援歌変えよ、トットムジカ。もうみんなも飽きたでしょ、これ。さあ、藤井荒野来ました。これよ。116連勝に一番邪魔な相手。藤井さん。もうやめてよ。危ない危ない危ない。だって、これね、見たらちゃんと打てるんよ。適当に行くからあかんねん。オーケーオーケーオーケー。116連勝を超えていくためには、これをしっかりとね、これをしっかりマスターしていかなあかんから。オーケーオーケー、見えてる見えてる。初球は適当に行っちゃったよ、完全に。オーライ。さあ、代打行こうか。さあ、もうこれは相変わらず超4のギータですけど、これはいけるでしょう。はい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 。普通に強い。普通に強いわ、やっぱ。僕もね、A ランクの藤井さん1個ゲットしたんで、ローテーション入れんのありやな、これ。よっしゃー、見えてる見えてる。やっぱランク戦やとね、ちょっとこう見る時間が増えるんで、大会に比べたらやっぱマシやな、藤井さん。さあ、ブーマー行こう、ブーマー。超えてー。よーし、オッケー。ということで、無事52連勝ですね。はい、では皆さん、また60連勝で会いましょう。ありがとうございました。